ズバーシャキドリャーズバッ、こちらが鬼岩公園内のレンゲ岩というところになります。鬼滅の刃の主人公炭治郎が切った岩に似ているというところから町の方で鬼の一刀岩と名付けました。週末にはこうしたコスプレを身につけた家族の方が、たくさん訪れるようになりました。多くの方に訪れていただきたいなと思っております。